新試合8小節3打勝負レディーファイギドラ、ブッチャー、雷、ベイジャーお前が狂ったのは俺のせいだ。いい曲作ったら売れる。バカは休み休みに言えよ。いいか、ヒップホップ、いい曲、それは主観なんだよ。お前は何がヒップホップで何がいい曲か教えてみろよ。俺は生き方がヒップホップでロックだ。DJ ギーさんこんにちは。こいつさ主観主観とか言ってたけど結果っていう主義だったんですね。またまた俺が飛んだこと一番知ってる。だけど俺は結果出してきてる。タイでもな曲作って6位入ってんだよ。結果結果言ってる。俺は昔からずっと主観のタイプ。よく聞いときな。まだファンがピーチー。結果出してる結果出してる。俺も結果出してるけど仲間のおかげだと思ってた。こいつは一人で結果出してると思ってた。そこんとこどうなんだよ。お前はずっと何を作るか何を作るか違えんだよ。誰が作るかだよ。俺が作るんだよ。タイとインドネシアで別れた時もさ、お前リアルリアル言うけどさ、人の金でベルファイヤーとか乗ってさ、だけど俺はバイクタクシーでさ、相手にさ事務所に謝りに行ってお願いしますって言ったよ。そしたらビルボードアーティストとコラボできたんで、こいつは金突っ込んで何千万とか突っ込んで結果出したが何も出してないやつの言葉は聞きたくない。金を借りて金を返して何が悪い。お前の給料借りた金から払ってんぞバカ野郎が。それもわかんねえ。このガキは落ち込んじゃわなったよ。いいか、お前はラッパーに憧れすぎ。俺はDJ で社長やってんだよ。独自のスタイル。いやいやいや、まず仲間どうと思ってるとか言ってるけど、じゃあお前のバースわざわざ作ったりしねえよボケ。お前のことが大好きだからお前に合うようなバースを作ったりしてんの。チェックしとけよお前のフワガー。いちいちうっせんだよ最近。主観主観、お前のそういう主観って言葉は聞きたくねえ。お前はずっと追い続けてくれよ。結果終了。こういうなんでこうなったかっていう背景も分かった上で聞いてて、やっぱお互いにお互いの主張が強いというか、もう入ってくるからこっちはどっちの気持ちも分かるし、お互いの気持ちが分かるからこそぶつかるんだなっていう、このまっすぐな2人だからこそっていう良さが見れたんで満足ですね。2人ともやっぱすごい熱くて、お互いにやっぱり、まあ、去年からすごい言いたいことが多分2人とも溜まってたと思うんですけど、それをこういうステージでなんかお互いでちゃんと言い合えたっていうことがすごい良かったのかなって僕は思います。いや熱かったっすね。めちゃくちゃいいっすね。いやもうやっぱこうグループの中で銀太が一番熱い男っていうのは多分もうみんなメンバーも知ってると思うし、やっぱでも社長もその一番熱い銀太に同じ熱さで返せるっていうのがやっぱ僕らのリーダーなんじゃないかなって思って、パッて揉めてるように見えるかもしれないですけど、なんか僕から見たらなんかナルトとサスケが喧嘩してるようななんかテンション感なんかすげえいいんじゃないかなって僕はすごい思いましたね。これはもうどうしましょうか。まあドローでいいんじゃない。これはちょっとできない。オッケー、じゃあこの試合はドロー。ありがとうございました。またありがとうございます。ありがとうございます。この試合はじゃ あのまた次回の持ち越しということで。そうですね、次はもういいわ。どっちが勝ったか負けたかはっきり分かるぐらい次回ぐちゃぐちゃにしてやる。オーケー